スマホの光が反射してます。久しぶり。すごい音がする。あ、ちょっと動かさないと。それ台風をしてて、久しぶりにこうちゃちゃが勢いが遊んでたから、なんだろうって言ったら、これ反射してると思って、これ動くからやってると、ちゃちゃが飛びつくんだよね。角度が分かんない、角度が分かんない。どの角度だこれ。ちょっと早すぎるとあかんで、ゆっくり動いてくらいがね、ちょうどいい。早すぎるとついていけるんで、マロン君みたいには。同化してるけどね、クローゼットと同化してるけど。あれどこだろう。この部屋中探し回ってた、カメラ持ってくるまで。カメラセッティングするまでずっと探してた。あれどこみたいな。ピリどこ行っちゃった。ピリちゃんどこ行っちゃった。尻尾フリフリして、尻尾フリフリしてね、聞く耳持たないからね。このやっぱね、昔からレーザーポインターだけは好きやったで、こういうのが好きなんでしょうね。ちゃちゃどこ行っちゃったんだ、どこ行っちゃったんだ。ちゃちゃおかしいな。あ、現れた。ちょちゃ上にある、上に。ほら、ラッタ、ラッタ、ラッタ。無意識にスマホ触ってるぐらいが一番食いつきすごいんだよね。やっぱこう遊ぼうとするとさ、人間のおおおやり方だとね。光ってます、取っ手が光ってます。はい、こちらの取っ手、はい、こちらの取っ手。おおおよいしょ、いいはいいいね、ちっちゃいいね、いい運動だ。休憩か、休憩入ります。よし、冷たいよ、反射冷たい。そしてあかん、クローズ、クロスはあかん、クロスはあかん。ここならいいけど、これクロスやられるとね、知らないうちにクロスバリバリになってるから気をつけて。俺この遊びうっしまっちゃった、しまっちゃった。うっ、手挟むよ、じゃあ手挟むよ。ここらへんちっちゃいね、大きくなった。おい、ハンドル、ハンドル。おお、これでなんか覚えさせられちゃうね。これ覚えないでほしいんだけど、ハンドル開けていくやつね。あれはすごいね、タッチできた今。ちゃちゃ、でもタッチできたね、すごいじゃん。